坂野哲次郎11月14日から1952年6月5日は、日本の低身官僚、政治家、貴族院議員、実業家、岡山県津高郡の山村出身、岡山県氏族、坂野藩四郎の長男、1898年、東京帝国大学法科大学政治家を卒業し、高等文官試験に合格した、低身省通信局に入る。 1899年、定震事務官に任せられた。大阪郵便局に展示、管理課長を務めた。北進事変の際には、野戦郵便事務視察官を務めた。1901年、長野郵便局長に任せられ、1902年、本省初期官となり、日露戦争の際には、大本営野戦高等郵便局長を務めた。その後、定震初期官、 関東都督府参事官、東京郵便局長、大阪停心管理局長、西部停心局長を歴任した。1915年に退官した後は、大阪伝統常務取締役を務めた。その後、藤田組理事を経て、中国合同電気社長を務めた。県下の多額納税者に弟九1932年9月29日、貴族院議員に選出され、 1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。その他、山口伝統取締役、大阪園工業取締役、鳥取伝統社長、片上鉄道社長、大宮中央土地監査役、姫路電球相談役、京都競馬クラブ幹事などを務めた。1928年、家督を相続した。趣味は囲碁、宗教は仏教、住所は 大阪市東区北新町、道志住吉区天皇寺町、岡山県津港郡の矢村、岡山市戸田町。ありがとうございます。